皆様こんにちは。ペット食育協会上級指導士福猫本舗の鈴木美由紀です。猫4兄弟の手作りご飯をご覧いただきましてどうもありがとうございます。今回は鮭のチャーハンを作ります。水分をたっぷりとってほしいということで、普段はスープたっぷりのご飯を作ることが多いのですが、たまに今回のようなチャーハンなどを作ってあげるととても喜んでくれます。彼らもなんとなく気分が変わって嬉しいのだろうなと感じています。作り方は簡単です。まずは野菜類を粗みじん切りにします。鮭を1センチ角程度に切ってください。火の通りにくいお野菜から炒めましょう。鮭を加えて炒めて火を通し、ご飯を入れてさらに炒めたら、あっという間に出来上がりです。さて、見た目にはなんとなく水分が少ないように見えるチャーハンですが、実はドライフードと比べるとずっとたくさんの水分を含んでいます。皆様、ドライフードの水分含有量がどのくらいなのか意識なさったことはありますでしょうか。ドライフードの水分含有量はだいたい 10% 程度です。一方、チャーハンはと見てみますと、食材そのものに60から70% 程度の水分が含まれていますので、ドライフードと比べるとたっぷりの水分を含んでいることがわかります。具材を炒めるだけでできるチャーハン、手間もかからず水分も取れて美味しいご飯を作ってあげられますので、ぜひお試しくださいませ。今回は鮭、人参、かぼちゃ、小松菜、ぶなしめじ、ご飯を使用しました。ご覧いただいているのは大体の目安として体重4キロの猫さんの1日分に相当する分量です。鮭6割、お野菜2割、ご飯2割ぐらいのイメージで食材を準備しています。今回使用した鮭は温性の食材で、胃を温めてくれるだけでなく胃腸の働きを助けてくれます。鮭の赤い成分アスタキサンチンは強い抗酸化作用を持っていて、がんを抑制する働きが認められています。また人参に含まれるレチノールは粘膜を健康に保ち、病原体の侵入を防いでくれますので、普段から食べてもらうといい食材です。今回はこのような食材を使いましたが、鮭をタラやマグロなど他のお魚に変えていただいても結構ですし、あるいは鶏肉や豚肉に変えていただいても OK です。猫さんの好みに合わせてアレンジしてあげてください。ご飯の量を多めにしてあげれば、ワンコさん用のレシピにもなります。ワンコさんのためにもぜひ作ってあげてくださいませ。ご飯の要求量は猫さんそれぞれに違います。食べ盛りの猫さんなのか、老猫さんなのかによっても変わってくるかもしれません。また、複数の猫さんがいる場合や、2日分をまとめて作るということもあるでしょう。グラム単位の細かい分量は気になさらず、お肉が全体の6割から8割になるように材料をご準備いただければそれで構いません。安心安全な食材を使って、お肉もお野菜も素材本来の食感を楽しめる手作りご飯、皆様もぜひお試しくださいませ。猫4兄弟の手作りご飯、ご覧いただきましてどうもありがとうございました。最後に手作りご飯のズームセミナーをご紹介いたします。ペット食育協会、ペット食育講座入門講座は、栄養バランスについての考え方、ご飯の量の目安や作り方など、安心して自信を持ってご飯作りができるようになる講座です。犬、猫対象の講座ですので、ワンコさんと暮らしていらっしゃる方もどうぞご参加ください。お待ちいたしております。